ザビット・サメドフ、準決勝の舞台に向かいます。彼は試合前話しました。今回のトーナメントのメンバーはこれからの K-1 を支えていく非常にいいメンバーだ。そしてその中で自分がナンバーワンだと証明したいんだ。潜在能力、テクニック、そしてハート、 K-1 のトップファイターが持ち得る全ての要素をすでにサメドフは手にしています。スターになる全ての条件は揃っています。ただ一つ足りないのは、彼に足りないのはグランプリ開幕戦のチケットだけ。今日がラストチャンス、彼に光が差すのか。サメドフ準決勝のリングイン。やはり本物でした。パトリック・バリーが準決勝のリングに向かいます。俺はあのハリケーン・カトリーナで全てを失ったんだ。大切な祖父や祖母も家も、そして思い出も全てなくしてしまったんだ。そんな俺を救ってくれたのは4タイムスチャンピオンアーネスト・ホーストだった。彼のおかげで俺は前に進むことができる。悲しみを乗り越えた男の生き様を今心に刻め。パトリック・バリー準決勝のリングイン。Introducing you first on my right, he is fighting out of a blue corner. Standing 6 feet even, he weighed in at 203 pounds. His record, 51 wins, 5 losses, 27 wins on the final weight of knockout. He made it to the semifinals with a second round TKO in the corner final bout. Ladies and gentlemen, introducing Zabit Samedov. K-1 次なる10年の担い手、ザビット・サメドフ。イメージと向こう側へ羽ばたけるか。超えるべきハードルはあと2つ。パトリック・バリー、これは楽しみな一戦ですね。どれだけ期待してもその期待を超えてくれそうな、はい、そうね、お互いにイケイケの2人ですから、はい、気合入ってますね。そうですね。さあ、この2人が描く K-1 の未来図、果たしてどんな未来図が。パトリック・バリー、そしてサメドフ、2人の手によって描かれるのか。世界最終予選準決勝第1ラウンド、赤パトリック・バリー、青サメドフ、序盤から仕掛けていく。左のフックが空振り。お互いもすごいアグレッシブですからね、はい、このアグレッシブさ、気持ちが上回った方が圧力は決勝に行ける。圧力は、このローキックいいですね。パトリック・バリーです。パトリック・バリーの圧力ありますね。赤いグローブパトリック・バリー、右のロー、この辺りはアーネスト・ホースト譲り。それに対してパンチ、キックのコンビネーション。そうですね。青いグローブサメドフ。サメドフは全体的なコンビネーションがいいんですけど、パトリック・バリーのこのローキックがいいですね、はい、そうですね。そしてまたサウスポースタイルに構えを直して、パトリック・バリーが前に出たところにサメドフの膝が入ってしまいました。下腹部にここはヒットしています。お互い
前に前に出るスタイル、一瞬の接触、ここはインターバルが置かれています。飛び込んでいったところに少しだけ上げた人の膝が下腹部を捉えてしまいました。ローブローになっています。一旦下腹部へ攻撃を受けて、今はインターバル回復、このパトリック・マリーの回復を待っています。お互いの思いが交錯する戦い、韓国の開幕戦のグランプリ、そのリングを目指して第1ラウンド試合再開。左の背は空振り、そして前蹴り、サメトフが前に出る、飛び込んでの左、お互いぶつかってますよね、はい、もう魂と魂っていうかですね、闘志と闘志がぶつかってるって感じの試合ですね。テクニック効かないですね、そうですね、お互いにそれ以上に気持ちがぶつかり合う。前に出ていくのはパトリック・マリー、両方とも前に突っ込んでるから、はい、完全に思いと思いが正面衝突、その中でより高いレベルの気持ちを出した方が決勝の舞台を振ることになります。ちょっと間合いが近すぎますね、近すぎますね、本当に体と体が触れ合うような距離で、お互いにね、投手がぶつかり合いすぎちゃって前が近くなっちゃってるんですよね、はい、この辺り少し冷静になった方が逆に有利なのかもしれません。ただその冷静になる時間も与えられないほど両者がぶつかり合います。どうしてもガチ勝負になっちゃいますよね、こうやってぶつかり合う、はい、さあ少し距離を取りました。パトリック・バリーが少し前に出るか、ロープを背負い気味なのはサメドフ、一旦ここは体を入れ替えます。サメドフのローの打ち合い、そしてパンチを出したのはサメドフ、このローが強いですね、パトリック・バリーの、おー、ナイスパンチ、飛び込んでいったのパンチ、サメドフの代名詞が出た、ジャンピングパンチが出て、打たれ強いですね、はい、このパトリック・バリーもひるみません。回し蹴り、これも得意ですね。そして左で背を返していった、もっと打ってこい、サメドフが挑発する、パトリック・バリーも笑ってそれに応える、会場のボルテージは最高潮、戦いを楽しんでいる、左で背にサメドフ、ミドロー、パトリック・バリー、観客も巻き込んで、この2人が最高の戦いをこのラスベガスで演じています。さあ前に出て、今度はオーソドッチスタイル、赤いグローブ、パトリック・バリー打ち合いに出るか、それをうまくいなしていくサメドフ、あっという間に1ラウンド、残り時間は10秒、お互いの思いと思いがぶつかり合ってほぼイーブンの展開、第1ラウンド終了。どんな戦いをこの後見せてくれるのか、第1ラウンド五分と五分の展開、第1ラウンドを終了しています。こちらがホーストのリゾンコ、パブリックバリー、谷川さん、はい、あの準々決勝よりももっともっと前にこの選手は出てきています。そうですね、だけど本当に1ラウンド激しかったですね、2人とも、はい、どこでこう休む、あるいは自分の中で冷静さを取り戻す時間が持てるのか、そうですね、心配になるほどのこの打ち合い、そしてせめぎ合い、ギリギリの戦い、うまさでやっぱりザメドフなんですけど、はい、破壊力ありますから、そうですよね、あと試合を強引に持っていくね、パトリック・バリーのスタイルですよね、パワーのパトリック・バリー、そしてテクニックのサメドフ、そんな構図になるでしょうか。ただそれ以上にぶつかります。さあ第2ラウンド、パワーのパトリック・バリーか、テクニックのサメドフか、サウスポースタイル、左足を前に出して、さあロー出していったパトリック・バリーです。これに対してサメドフ、どうこのローのプレッシャーをかわしていけるか、左のフック、また距離を詰めていく、ホーストの秘蔵庫、パトリック・バリー、前蹴りのフェイントを出して、ここは距離を取ろうというサメドフ、左のロ ー、これが効いている、しかしガードを下げる、あちょっと今金的ローブログローブ決めたんですかね、少し一旦効いたか、ただ戦いは続いています。さあパトリック・バリーのまたロー、これにパンチを合わせていこうというサメドフ、距離を詰めてのパンチ、ちょっと近いですね、お互いに、はい、まだまだ近いですね、闘志がぶつかり合う、その戦い、左のロー、前に出てくる、パトリック・バリーに対してサメドフがカウンターの膝を合わせるという、はい、
どちらの作戦がうまくいくのか、どちらのテクニックが勝るのか。右のハイ、ここは牽制していった青いグローブのサメドフです。さあ赤いグローブパトリック・バリー、距離を詰めて左のハイ、クリーンヒットではありません。そして左のロー、このロー効けてきましたよ、はい、少しちょっとサメドフが嫌がっている、嫌がってますね。ここでサメドフ牽制入りのローを出していった。1年のうち9ヶ月オランダでホーストの指導を仰ぎました。そのおかげで これだけのキックのコンビネーション、さらにパンチもあります。パトリック・バリー、ノーキックという種族の動きがあるのがいいですね。あとパトリック・バリーは打たれ強いですね、はい、全くそのダメージで感じさせない動きを見せているパトリック・バリー。また左のローキックだ。ちょっとサメドフが一瞬止まりました。動きが止まってきました、ね、はい、ホーストユースリーのローキック、あのホーストローで世界を制したと言ってもいいホーストから直々にキックを学んでいるパトリック・バリー。そのローが少しずつ白いトランクス、サメドフの足を破壊し始めてきています。また間合いを詰める、パンチも出さない、キックも出さない、それでもこのプレッシャー。パトリック・バリー、ニュートラルコーナーを背負わせた。どうするか、どう攻略していくか。サメドフがガードを固める、左に入って、それにミドルを合わせるパトリック・バリー。また前進してのプレッシャー、距離を取り直す。ここは両者の心理戦、左のロー、ちょっとバランスを崩したのはパトリック・バリーです。ちょっと追い詰められてますね、サメドフ、はい、やっぱりローが効いてるんですよね、はい、ローが効いています、はい、中でサメドフ込まれてるんですよね、どう盛り返してくるのか。ボディからアッパー、しかし左のロー打ち合いに出る、打たれ強いですね、はい、パトリック・バリー強さも出す。ちょっとサメドフ、ここは攻略しきれないか。うまくローでリズムをつかんだパトリック・バリー。ここで第2ラウンド終了。少しずつホーストの秘蔵庫パトリック・バリーが試合を支配し始めています。これだけパンチをもらいながら、しかしこのキック、谷川さん、はい、このキックの破壊力、もしかすると今トップ級かもしれません。そうですね、もう本当この一つ軸になるベースのローキックを持っていくことで、ガゼンパトリック・バリー強くなりましたよね、はい、このキック、今回はホーストはセコンドにはつきません。ある意味このパトリック・バリーの実力、そして自立した独り立ちできた、そんな思いをホーストは持ったかもしれません。誇りをかけるラスベガスの夜、赤パトリック・バリー、青ザビット・サメドフ、ファイナルラウンドに入りました。1ラウンド2ラウンドうまく押しているのは赤いグローブ黒いトランクスパトリック・バリー。ホーストの基礎を突こう、決勝の舞台が少しずつ見えてきたから。左のハイ、福永さん、はい、サメドフサイドの指示が変わりましたね。これまでは膝を中心にという指示だったんですが、はい、第2ラウンドの終盤ラッシュがありましたよね、はい、パンチを使っていけという指示に変わりました。西岡隆博アナウンサーのリポートでした。ちょっと膝を打ってる、膝で止めてる時間が間に合わないですね。そうですね、何らかの決定打というかですね、印象を与えなくちゃいけないので、はい、このまま行くと苦しいのは、苦しいのがザメドフですね。そうですね、しかしアッパー、しかし効いてないぞ、効いてない、お前のパンチは通用しない、そんな挑発的な行為サメドフ。ちょっとこうやって引いてるハイキックなんでサメドフも効かないですよね、さあ右のパンチならば、もっともっとすごい攻撃を出してやろう、相手を見据えたパトリック・バリー。さあまた2人にローを出していく、サメドフに一発逆転はあるのか。パトリック・バリーがこのまま押し切るのか。少しトラックも重くなってきたか。サメドフ右のハイを出していったパトリック・バリー、距離を詰めます。自慢のそのコンビネーションがまだ封じられている。ここもフェイントを出していったサメドフ。さあ残り1分30秒ファイナルラウンド、左のロー、ナイスロキックですね。非常に乾いた男がこのラスベガスの会場に響き渡りました。ブロックしますね、ちゃんとパトリック・バリーは、はい、そうですね、この辺りの守備というのも綺麗にできています、はい、ちょっとコンビネーションたくさん出さないと、はい、サメドフはこのままちょっと流れちゃいますよね。そうですね、単発で今攻撃が終わっています、はい、逆に失
してやったりという展開か。パトリック・バリー全然ですよね、全く表情も、そして動きも変わりません。すでに1試合を戦っています。その中で1試合目を迎えて、このファイナルラウンドでのこの動き、さあロープを背負わせる、ロープを出す、パトリック・バリーチャンスか。右のローサメドフ、後ろからの攻撃、少し感情をあらわにしたサメドフ、しかし冷静にパトリック・バリー、またも効いてる証拠ですね、はい、さあパンチで前に出る、しかしそれにローを返すパトリック・バリーだ。ホースト譲りのローだ。ローキックが完全にサメドフの動きを止めた。さああとは KO があるのか、またロー、そしてミドル、ちょっとこれはちょっとショックあった感じもしますね。ホーストの膝をこ、パトリック・バリー、ハワイでは準決勝で敗れました。しかしこのラスベガス準決勝、堂々とした戦いぶり。ちょっと一発逆転の KO を狙うしかないですね。ここでファイナルラウンド終了のゴング、両者は手を挙げた。しかし表情に大きな差が生まれた。ホーストの膝をこ、もう勝利を確信した一方、下を向いてしまったザビット・サメドフ。ホーストのヒゾッコが本当に強い勝ち方で決勝進出を確信しています。一方、ローの連打をもらってもう立っていられない椅子をもらったサメドフ、このローが徹底してサメドフの足を捉えました。タフな戦いでした。その中で思いが真正面にぶつかり合いました。着実になんか本当力を上げてきましたね、はい、ハワイでアメリカで、ね、こんな強い選手が出てくるというか、しかも下から這い上がって強くなってきたというのは本当評価に値しますよね。そうですね、ハワイでこれ得られなかった、進むことができなかった決勝という舞台、さらにその先には開幕戦、グランプリ開幕戦という舞台が待っています。一方、またしてもこの準決勝で涙を飲むのかサメドフ。大きな壁を越えたかパトリック・バリー。さあ決勝へ生き残ったのは、判定を待つラスベガス。ただ両者の表情は完全に好対照です。笑いながら立っているパトリック・バリー、疲れ果てて、そして椅子に座り込んでいるサメドフ、もう立ち上がる気力もないのか。さあ3ラウンド戦い抜いて判定を待ちます。スプリットディシジョンですね。スプリットです。1人目はパトリック・バリー、2人目はサメドフ、運命の3人目、ザビットの方が上がりましたね。なんとなんと、ジャッジの目にはザビット・サメドフ。しかし会場からは大ブーイング。僕は後半ね、後半のパトリック・バリーを取ったんですけど、はい、ザビットのを取りましたね。本人も驚きという表情、逆に納得がいかないというホーストの人とパトリック・バリー。ファンはやっぱりパンチの方を取ったんでしょうかね、